はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画はね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、白血病の治療でね、骨髄移植をするとですね、ある程度というか、少しなんですけども、体質が変わります。これも個人差あるんですけども、代表的なところではですね、髪質ですね。髪の毛ね。さらげがくせ毛になったりとか、くせ毛がさらげになったりとか、さらげっていうのはストレートのヘアのことなんですけども、それがね、ちょっと癖が出てきたりするっていうのが、よくね、特に見た目では、そういう髪の毛に出てくるんですけども、僕が最近気になったのがですね、頭痛です。偏頭痛っていうんですかね、雨の日にこう頭が痛くなる人っているでしょう。最近大阪ではね、雨が降ってたんで、全国的に降ってたんですけども、ここ2日か3日間ぐらいかな、ちょっとね、頭が痛いんです。一日中ではないんですけどね、今まで雨が降ってもそんなことなかったし、晴れてる日はそんなこともなかったんですけども、骨髄移植してからね、1年2ヶ月か、もうすぐ3ヶ月ですけども、徐々にこう体質に変化を感じてきましたね。気圧の関係で頭痛っていうのは、女性からよく聞いてたんですけども、まさか男の僕がなるとは思ってませんでしたね。嫌な感じでイライラしますね。朝起きて頭がズキーンってね、頭に心臓あるんちゃうかと思うぐらいよ。首も痛いし、目覚めがすごい悪い感じがします。で、体温計で測ってもね、熱ないしね、こんな感じなんですね。皆さんのお気持ちわかりますわ、ほんまに。でもこの免疫抑制剤のね、関係かもしれませんけども、先日お話しした通りですけどね、免疫抑制剤の副作用として、不眠、うつか、ね、あります。その病院ではですね、免疫抑制剤で糖尿病とかね、高血圧、血液検査でよく言われたり、聞かれたりしますけども、不眠、不安、うつはね、患者側からこう訴えないといけませんのでね、これはこう、次回しっかりね、通院でね、聞いてきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。